This could be good for me.始まりました。本日ジャスミンのチャート分析させていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、11月8日14時55分 YouTube 録画しております。はい、現在のジャスミンですけども 25.9 円ということで、今日だいぶ値段がね回復してきて本当に良かったなと思っております。ちょっとここからね少し調整してました。30円ぐらいかな、大体4円ぐらいですね。今ちょっと調整してました。こんな形で調整してまして、この形ですね、まあ、なんか似てる仮想通貨あるなと思ったんですね。ちょっと調べてみたところ、まあ、柴犬にすごい似てますね。まあ、ちょっとその辺含めて解説させていただきますけども、これが週足、これ月足ですね。これ月足、それからこれが年間レベルですね。これ月足でちょっとご説明させていただきますと、柴犬もですね、まあ、高値がありました。柴犬の場合はちょっとここ抜けてますけどね。ここ抜けて、こう落ちてきてるんですね。今こんな感じ。同じです。ここの高値の場所が違いますけど、高値が2番目でしたね、柴犬は。そこから落ちてきてます。まあ、ただ形的には非常に似てるような感じします。それから、ジャスミーと柴犬のホルダーの方、結構私の周りにもたくさんいらっしゃるんですけども、結構両方持ってるよとか、ちょっとこう、相関性高いなってちょっと思っていて、まあ、ですので柴犬の動きもしっかりチェックしておくと、ちょっとジャスミンの動き、まあ、今日ジャスミンは上がってて柴犬ちょっと下がってるんで、そこの相関性は低いんですけども、なんとなく、なんて言うんでしょうね、柴犬のチャートを見てると少しジャスミンの未来が見れるみたいな、ちょっとこう後追いしてるような感じに見えるんですね。まあ、今日はちょっと、まあ、時間軸が違うので柴犬は下がってるんですけど、まあ、まあちょっと柴犬の形を真似てると言ったらあれですけどね、ちょっと参考になるかなっていうところかな、分かりやすく言うと。そんな感じでちょっとイメージしておくといいかもしれないので、まあ、そう考えるとですね、ここからどうなるか、ちょっと短期的には少しね、下に行く可能性もあるかなと思うんですね。まあ、それはいくつかポイントがあるんですけども、まあ、やっぱりビットポイントが鍵だなって正直思っていて、ビットポイントの口座開設っていうものが、よりスムーズにね、進めば、ちょっと柴犬のような形で、ここを下がっていかないかもしれません。ただ、形がもしかしたら同じようになってしまうポイントとしては、ビットポイントの口座開設が思ったより進まなかった時は、ちょっと下に来ちゃうかもしれません。なぜかというと、ジャスミーを1週間前に欲しかったんですけども、口座開設しました。一週間前からちょっとわかんないです。まあ、週末ぐらいに、例えば口座開設したくて、ビットポイントの口座開設をしたんだけども、ちょっとまだね、口座開設ができてない状況のようですね。ちょっと混み合いすぎてて、その期間の間が長ければ長くなるほど、ジャスミー熱がちょっと冷めてきてしまうということが、今ちょっと目の前にあるわけですね。まあ、あと他のもの、例えば、今日動いてるものとか、トレンドもちょっと変わりますよね。やっぱりビットコイン、イーサリウムのが硬いかなみたいなちょっと感じで、ジャスミン買う気満々だったんだけども、だんだん日が経つにつれて、ちょっと別の方が賑わってるなって、まあ今のところ出てきてないかもしれませんけども、出てきた場合に、ちょっとそっちに移っていってしまうみたいなことが、今起きてますね、正直ね。まあ、ですので、ちょっとそこが心配です。ビットポイントの口座開設がちょっと混みすぎていて、なかなかジャスミン買いたかったから、今買えてない状況なんですよね。ですので、逆に言うと、口座開設が進めば、進むほど値段っていうのが、今日のように高くなる可能性はありますね。まあ、ただ、遅れれば遅れるほど、その方たちが、ちょっと、ジャスミンちょっと上がったな、エイダにしようかなってことはあるかもしれないですね。ビットポイントで開いたので、まあ、ビットポイントの中から逆に入金して、その後買うと思うんですけども、まあ、じゃあ、ドットのがいいかなとかね、例えばですけど。そういう形でちょっと気が変わってしまうことがあり得る場合がありますね。で、ジャスミーが逆に高くなっていけば、やっぱりジャスミーだってなるんですよ。ただ、ジャスミーがちょっと想定以上に下がってきちゃうとなると、やっぱりジャスミーでいいのかな、ちょっと不安が出てきてしまうんですね。で、例えばジャスミーを 100% 買おうと思ったものを、じゃあ ADA50、ADA も硬いしな、みたいな感じで、まあ、ちょっと30を ADA にして、まあ、ジャスミンを70にしようとすると、ちょっとその分やっぱり買い圧が減るじゃないですか。まあ、ちょっとそういう傾向が今あるのかなって、ちょっと個人的には思ってます。ですので、ビットポイントの人たちもね、多分今一生懸命今口座開設が殺到しちゃってる状況なんで、
手続きはね、めちゃくちゃやってると思うんですけど、やっぱりなかなかね、そこが、口座開設の手続きってやっぱ結構大事じゃないですか。で、時間もやっぱりかかるんですよね。ですので、1週間ぐらいかかると思われてたものが、もしかすると10日以上かかっちゃうかもしれないぐらい今混み合ってるようですね。状況がちょっと私もビットポイントの社員じゃないんでわからないですけど、まあ状況の私の周りの声を聞いてるとやっぱり1週間ぐらいかかる。それからまだ口座開設してない、できてないっていう方が多いです。口座開設し、申し込みだけしてるんですよ。してるんだけども、まだ購入できないわけですよね。口座開設できないわけですから。ですので、ちょっとこの価格が、本来ならもう少し高くなってるはずだと思ってたんですけども、ちょっと買いたいんだけど今買えない状況っていうのがあるので、ちょっとそれがやっぱり長引くと結構思った以上にね、跳ねないということが出てくる可能性はあるかなって、ちょっとそこは確認しといた方がいいかもしれないですね。まあ、ただ長期に持てば別にね、そういうのはあんま関係ないかもしれないので、短期的にもう少し上がっていくと、やっぱり長期の上がりにもつながると思うんですよね。あと注目度もやっぱりジャスミンすごい今日も上がってるよみたいな形になれば、やっぱり新しい口座開設の方も増えてきますし、まあ、値段の方も当然上がってくるんですけども、ちょっと今口座開設がね、なかなか進みきれてないですね、正直ね。そこがちょっと私は気になっています、正直ね。まあ、ですので、ちょっと機会損失じゃないですけども、そういう面はあるかなと思います。まあ、ただ未来の開発っていうのは非常に今、着実に口座開設が終わればジャスミン買うと思いますのでね、値段の方はどちらかというと上がる可能性の方がやっぱり高いかなとは思いますね、しばらくはです。で、それから皆さんが買った後の行動も結構シンプルですね。まあ、買ったらやっぱりステーキングに回すと思います。まあ、それはなぜかというと、ステーキングの率がかなり高いですよね。今 100% ぐらいあるのかな。ちょっとそこ私もはっきりは覚えてないですけども、それぐらい多分ある感じになってると思うんで、そうするとやっぱりね、預けた方が、まあ、ステーキングした方がいいなってなりますよね。まあ、で、買った分は全部ステーキングだってことになって、まあ、ロックされたらその分ね、まあ、1ヶ月とか、まあ、売り圧が少ない状態で、で、買い圧はすごい大きいわけですから、短期的にはやっぱり上がっていくんじゃないかなと思います。まあ、ですので、まあ、場合によってはステーキングの率をですね、保有している 100% ではなくて 50% ぐらいにしとくっていうのも手かもしれませんね。30% でもいいですね。まあ、それで急騰した時にやっぱり利確しておくっていうのも一つ短期で利確できるポイントかもしれません。まあ、その後またね、ちょっと調整した時にジャスミン増やせばいいわけですから、まあ、そのやり方もありかなって正直思ってますね。ステーキングにやっぱり 100% 回すっていう形の方が多いと思うんで、まあ、ただ逆にちょっと予想以上に下げてきてしまった場合に、まあ、利確がね、できなくなっちゃいますので、まあ、利確できるような状況を作っとくっていうのは、ジャスミンに対しては必要な行動かもしれません。その辺はちょっと皆様の自己責任ですし、投資の判断によりますので、私の方ではちょっとそこまではね、全然一つのアイデアとしてお伝えできないですけども、まあ、そういうやり方も私はやっていく予定です。まあ、やっぱり全部ね、ステーキングしてしまうと、含み益が減っちゃうこともありますからね。まあ、今はちょっとこう短期で動き、安いと思いますので、上下に動きやすいと思いますから、うん、まあそういう形で対応するのもベストかなと思ってますね。ただまあジャスミンを長期で持つって方は、まあその期間もステーキングで率を、まあ量ですね、量を増やすっていうのは必要ですので、まあ思い切ってステーキング全部っていうのは、まあセオリーっちゃセオリーですよね、そういう意味ではね。うん、まあただそれは自己責任ですし、まあ長期なのか短期なのかによって変わりますね、その辺の。投資判断によって変わります。はい、ということで今日のチャート分析になりますが、いかがでしたでしょうか。まあ、チャート分析というかね、なんかこう、行動分析みたいになってるかもしれませんけども、まあ皆様のぜひね、これからの参考にしてみてください。ということで今回のね、ジャスミンのチャート分析だったんですけど、ちょっと久しぶりで、ちょっと力が入りすぎたような気もしますけども、いかがだったでしょうか。まあ、ちょっとね、私の本当に正直な思いを伝えておりますので、まあ、どういう、ところが参考になったか、ちょっとわかりませんけども、まあ、ぜひね、これからも末永くジャスミンとお付き合いしていこうかなと思いますので、またね、チャート分析させていただきたいと思います。まあ、ぜひ、よろしければチャンネル登録などしていただきまして、ジャスミン同様、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ということで、今回のチャート分析ですね、この辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。